はようございます。おはようございます。太鼓芸能集団鼓童の小松崎翔吾と山脇千恵です。さあ始まりました、ハートビートラジオ。今回で第22回目の放送となりますけれども、はい、千恵ちゃん、はい、初めてだね、一緒にパーソナリティするの。そうですね、よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。楽しくやっていきましょう。はい、はい、やっていきましょう。はい、このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からのご質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。はい、今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、今回のゲストはお迎えいたしましょう。渡辺千尋さんです。どうぞ。どうもこんにちは。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初めての出演ですよね。はい、うん、大丈夫かな、いける、緊張してます。ど、緊張してます。あ、緊張してますね。はい、でもね、本当にざっくばらんに楽しいこといっぱい話せていけたらいいかなと思ってるので、はい、まあ、笑顔で楽しくやっていきましょうね。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ですね、今週の内容ですけれども、まあ、今日の一曲、千尋ちゃんのおすすめの一曲と、あとはリスナーの皆様から今回たくさんね、質問だったりだとかメッセージ届いております。ありがたいです。いや、ありがたいですね。はい、どん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 ね、そういう皆さんの声も紹介していけたらいいかなというふうに思っておりますので、はい、ね、3人で楽しくやっていきましょう。そうですね、はい、秋の香りも佐渡増してまいりますけれども、はい、そうですね、なんかね、寒さも吹き飛ばすいい感じでいきましょうね。そうですね、稲刈りも終わって、はい、では行ってみましょうか。それでは参りましょう。ハートビートラジオ。はい、それでは改めまして始まりましたけれども、第22回ということで、渡辺千尋さんをゲストに迎えてお送りしてまいります。では、千尋、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、渡辺千尋です。東京都出身です。年齢は23歳です。はい、はい、普段やっている楽器は太鼓と笛です。はい、ね、はい、太鼓歴はいつからだ、14年とかそれぐらいです。何歳から太鼓始めたの。小学校3年生から始めました。小学校が3年生から始めてね、はい、もう長いですね、はい、だいぶね、はい、はい、そうです。では、そんな千尋さんですけれども、はい、ちょっとね、いろいろもうちょっと聞いていきたいかなと思います。はい、趣味は最近の趣味ね、うん、ありますか。趣味、そうね、掃除機かけること。掃除機かけること、うん、掃除機をかけること。掃除機が大好き。趣味じゃないね、これ。いわゆる、掃除だかな、掃除だかな、掃除だすかな。あ、掃除だかな。あとは、はい、ミシンと料理ですね。はい、なるほどね、うん、お裁縫と料理ということで、はい、うん、あるよね、ちえちゃん同期だよね。そうなんですよ。そうなんよ、一緒の部屋でずっと暮らしておりました。はい、そうね、なんかね、今日二人のこう同期のならではの会話みたいなのもね、うん、話みたいなの聞けたらいいかなと思ってますけれども、はいはい、研修所の頃から、はい、裁縫とかその掃除とか、はい、そういうの、うん、千尋好きだった感じ。そう、あの、そう、料理がすごい上手で。あ、そうなんだ。そう、あのオフの日にこうふらーっと起きていったら、うん、千尋がいて、うん、なんか作ってよって言ったんですよ。おうおう、そしたら、うん、お肉と、うん、柚子でものすっごい美味しい一品を作ってくれたんです。何ですかそれは。びっくりして、その場にあった。いや、その場にあった食材で、はい、パパッと、はい、そう、私食パンとかしか食べないオフの日。もう2歩も3歩も踏み込んだ、はい、美味しい料理作ってくれた。料理がすごい得意です。あ、そうなんですね。 いいね、なんかそういう話も、料理の話も聞けると嬉しいなと思いますけれども、うん、じゃあそんな料理ですけれども、うん、まあ、作るの好きだよね。はい、食べるのも結構好き。好きです。好き、うん、でもね、うん、盛りすぎちゃうの、ご飯を。ご飯を盛りすぎちゃうと。そう、で、残しちゃうんですよ。多分残さないけど。何が、どういうことかな。食べるのが時間かかっちゃって。なるほどね、うん、まあ、そんなのどうでもいいですね、うん、はい、食べるのは好きかな。大好きです、うん、非常に緊張しております。ねえ、あっちゃこっちゃ言ってますけど、話が。でもいいことですよ、このラジオの魅力ですから、こういうね、
肌で感じれるっていうのがねいいですから、はい、その調子でいってくださいね。はい、好きな食べ物とかあります？はい、グラタンとチーズと、うん、みかんと、うん、まあ、フルーツ好き。あ、フルーツ全般好き、はい、なるほどね、いいね、うん、グラタンとチーズってことはやっぱり結構チーズ好きだね。そう、焼いたチーズも好きだし、うん、あのね、ブルーチーズとかちょっと癖のあるチーズも好きです。なるほどね。でもね、ヤギチーズはダメ。ヤギチーズはダメなるほど、チーズ全般というよりかヤギはちょっと苦手。ヤギを除く、うん、チーズ大好き。チーズが大好きと、うん、はい、ヨーロッパツアーとかね、ヤギチーズありますもんね。あるよね、はい、まあ、ちょっとあれ苦手なんだね、うん、そうなんですよ。なるほどね、はい、なるほど、はいはい、なるほど、はい、じゃあ好きなアーティスト、うん、まあ、音楽でも何でもいいですけれども、アーティストあります？うん、アーティストね、はい、あの最近気づいたのは、うん、最近気づいたのは70年代とか80年代の曲が好き、うん、あ、なるほど、もうその年代、そう、年代で好き、うん、だから、あの曲名とか、うん、これ誰とか、うん、覚えられないんですよ。あ、なるほどね。じゃあいろいろ無作為に聴いてる中で、そうそうそう、あ、これ好きかもっていう風に思って、うん、で調べてみたら大体70年代80年代ってこと？そうです。おー、なるほどね、はい、いや、いいんですよ、僕も大好きなの、うん、その年代の曲が、うん、いや、たまらなくなんかホッとするというか、そうそうそう、まあアコースティックの曲僕特に好きで、あ、はい、そうね、アコースティックっていうのが好きですっていうのが好きあ、アコースティックっていうのが好き、うん、はい、あ、じゃあリスナーの皆さんにも覚えてもらいましょう。アコースティックっていうのが好きだそうですなので、もうあのアコースティックってつくものは全部好きということでいいかな？そう、はい、うん、なるほど、アコースティック好きの千尋ちゃんということですね、はいはいはい、アコースティック好きの千尋さ ん、うん、はい、それで覚えてもらおう。そうですね、はい、はい、そんな千尋さんなんですけれども、うん、はい、続いて、うん、今日の一曲に行ってみたいと思います、はい、はい、千尋さんのおすすめの曲、はい、お願いします。おい、はい、そう、あらたねボリューム2のハルシオン、はい、ハルシオン、ハルシオン、ハルシオン、はい、が好き、はい、はい、最近ね、なるほどね、リリースされました。なんかじゃあ、あれ曲振りっぽく言ってみる？あ、私か、はい、あなたですよはい、それではいきます。あらたねボリューム2のハルシオンです。のハルシオンでした。はい、もろアコースティックですね。もうこれこそじゃないですか好きそうね、ちゃんね、好きそう、大好きですね。これ、70年代80年代ではなくてもうまさに今ですけれども、うん、はい、やっぱりこういう曲聴くとやっぱいいなって思うんだ。はい、なるほど。いや、僕もいいなって思います、うん、すごいよね、はい、うん、この曲はね、太鼓と一緒にね、うん、ギターと、ギターですよ、はい、ギターが好きなんで、はい、うん、はい、ね、ちーちゃんはなんでこの曲を選んだんでしょうか？はい、そう、何曲か候補あったんですよ、うん、なんかおすすめの今日の一曲くださいって言われて、はいはい、最初は、うん、玉ゆらの道にしようかなっても思ったんですよ。あの歌のね、はい、はいはい、そう、なんでかっていうと、うん、私研修所の最終発表会で、ほうほう、玉ゆら、はい、最終発表会っていうと研修所終了するというか、もう発表会っていうのがあるんだよね、はい、研修所季節ごとにね、はい、もう最後の、まあ、
簡単に言ったら試験みたいな、はい、まあ、メンバーの前でいろいろね、こう今までの生活の成果を出すその発表会で歌ったんですか。はい、はい、歌いました。でそれとも迷ったんですけど、あと明けの明星、はい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 、あの準メンバーになった時に、ヨーロッパツアーで明けの明星やりますよって言われて、はいはい、もうそっからずっと稽古してて、でヨーロッパツアーでもやったし、その次の年の北米ツアーでもやったし、はい、でまたその次の年、まあ、去年ですね、去年中国ツアーでも明けの明星をやってきて、もうずっと明けの明星をやってきたので、やっぱ思い出深い、はい、思い出深くて、この曲とも迷ったんですよ。なるほど、はいはいはい、でも、この新たね最近出たじゃないですか。出ましたよ。そうだからその曲を皆さんにも聴いてほしくて選びました、はいはいはい、なるほどね、はい、いやぜひね聴いていただきたいです。このハルシオンの他にもたくさんいい曲ありますから。そうですよ、ね、うん、なんかあなたのおすすめおすすめおすすめの新たねのね曲を教えてくださいみたいな、はい、なんかそういうのもやってったらいいんじゃないかなって私は思ってますけど、いや教えてほしいよね。そうですね、結構今出たばっかりで、でこれさデジタルアルバムとしてね、はい、実際 CD として発売されてなくて、はい、まあいろんな音楽メディアとかそういうところで聴けますから、そうですね、皆さんのねおすすめどんどん教えてほしいですわ、はい、うん、なるほどね。でなんかこの曲のさここが好き、まあ、アコースティックってさっき言ってたけど、なんかまず最初にポーンと聴いてうわっいいなって思った、なんかあるこうファーストインプレッションみたいな、はい、あのカフェで流れてそう、なるほど なるほどね癒されるんですよねこの曲聴くと、うん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 、いいよね、そう心が落ち着くっていうか、はいはいはい、そう分かる、それでこれこの曲好きになりました。ハルシオン。カフェで流れてそうね。カフェ。これね、前実は、あのリスナーの皆さんからのメッセージであったんですよ。なんかあのコーヒー飲みながら聞いてますとか、朝のねモーニングルーティーンの中に入れてます。ハルシオン大好きですみたいなのあって、いやそうだなと僕も思う。これ実際朝聞いてね、コーヒー片手によ。そう。朝食のさ。パンをかじりながらさ、いいですね、ふー今日もいい一日始まったな、なんて最高じゃないですか。最高ですね。いやカフェね、カフェでも確かに流れてそうだよねこれ、これあの、ね、カフェのお店、ドア開いて、はいはい、これ流れてたら、もう足進んじゃう、入ってっちゃいますこれ。あ、もう音楽大事だもんねカフェって、はい、なんかさあれだよね、2人とも結構、はい、あの普段の会話もそうだけどカフェ好きでしょ。カフェ大好き。大好き、はい、うん、はい、な知恵はさ、はい、なんでカフェ好きな。カフェ好き、うん、あの母親がカフェ好きなんですよ、まず。あ、そうなんだね。で0歳のまだそのなんかもう分かんない時からカフェに連れて行ってるって写真があって、はいはいはい、もうずっとそのカフェに通い続けてる、あ、もう馴染みの、はい、馴染みのお店があるんですよ。はい、あ、そうなんだ。シューさんっていうお店なんですけど、集まるって書くんですけど、そこに個別で部屋があって、はいはいはい、1個あって、うん、そこでモーニングを母親と休みの日に食べるっていう。もうだからもう0歳から、はい、もうなんならコード来る前まで通ってた。そうです。そこのコーヒーゼリーが美味しい何ごめん今あの感情こもりすぎてて何ゼリーか、うん、なんだか分かんない、ね、コーヒーゼリー。あ、コーヒーゼリー。コーヒーゼリーが美味しいんです。コーヒーゼリー美味しいですよ。声が小さくなっちゃうぐらい気持ち入ってましたけど。そうなんですよ。あ、そう、はい、でやっぱりその昔から通ってるとさ、はい、いや僕もまあカフェとか、はい、あとね、なんていうの、ライブハウスとかそういうなんか人が集まる場所が僕好きで、はい、僕はもともとその家族がそういうとこ経営してたのね。そうなんです。でなんかその小さい頃の記憶っていうのがそういう場所に行くと、はい、ふわーっとこう匂いとかさ雰囲気とかでさわかる？わかります。こう思い出してくるからむちゃくちゃ落ち着くんだよね。そうなんですよ。いいとこだよね、そこがカフェのね、はい、なるほどね。チーアンは、あ、チーアンって呼んじゃってますけど私いつも、ね、私普段チーアンって呼ばれてるんですよね、うん、メンバーから、うん、チーアンはなんて呼んでんの。チーちゃん。あ、チーちゃんね。だチーですよね。だからチーヒロ、チーヒロっていう人あんまいないですよね、うん、チー何、チーアン、チーちゃん、チーちゃん、うん、うん、皆さんもね好きなように呼んでいただいたらいいと思うんですけども、何でもいいです。何でもいいですか。チーちゃんとかチーアンとか呼んでた方がなんか話進みそうだね、この感じで。そうですね。チーアンはなんで、はい、カフェのどういうところが好きですか。カフェ、うん、好きなカフェがあって、うん、あの木
木木開けて木開けて木開けて木でできてるカフェと、うん、あの暖かい色の電球電球はい、うん、もうそれがこの2つが揃ってたら、うん、もう絶対入っちゃいます開けて木でできてるということは木造っていうことかな。そう木造ですね。なるほどね、そういうことね。木が生えてるとか違う木で違います。巨木で作られたみたいなカフェじゃなくてまあでもあっても面白いですよね。あっても面白いと思う、うん、一番好きなんじゃない、もしかして木の中木のね、木の中にカフェが木のぬくもり、いや分かるわ、でもそれ、うんうんうん、木の香りってさ、まあ、僕らのバチもさ、そうそうそう、まあ、太鼓もそうだけどさ、うん、落ち着くよね、はい、うん、なるほどね、それがやっぱり一番やっぱ落ち着くんだ、落ち着くんですよ、なるほどね、はい、この3人だとあのカフェの話多分1時間ぐらいで今日やばいね、カフェの会になっちゃうかもしれないねそうですね、なるほどね、なんかさ旅の途中とかにもカフェ行ったりとかする？行きます、行くやっぱり、はい、やっぱりあの旅先のホテルに着いて、うん、もうお仕事が終わった後、うんうん、まあ、次の日オフとかの時に、うんうん、こうこの土地のマップをポンと開くんですよ、はい、でポンと開くとまず検索のところにカフェって入れるんですね。そうするとポン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 ってカフェがヒットするんですよ、うんうん、そうだよね、そうなんですよ、うん、でそれを全部見て一番写真で惹かれるところに入っていく。わかる、私も一緒。あ、わかるわ、でもそれすごい、そうなんですよ、うん、多分それがラーメンでがお好きな方とかは、はいはい、ラーメンって入れてバーって出たところに行くと思うんですけど、うん、もうカフェとか、うん、はい、あと私器って入れちゃいます。あ、もうそこ繋がってるかもね、結構器って入れると思う。器で出てくるの、器で出てくるの、でもね、うん、病院とかも出てきちゃう、どういうこと、循環器の木とか出てきちゃう、あ、なるほどね、あ、違うとか感じ、感じで出てきちゃうね。チェーン店とかもね、あ、チェーン店もあるよね、まあカフェね、そう、うん、まあ、でもさ、なんていうの、こうチェーン店っていうのはさ、チェーン店の魅力は僕なりの、どこ行っても同じ空間じゃん、すごいそれは安定してるけど、うん、まあ、チェーン店とカフェってさ、もう一つこう個人経営っていうか、はい、なんかそういうカフェもあるじゃない、はい、結構その両方の魅力があるよね。そうですね、うん、でもその個人でされてる方のさ、はい、いやだから知恵のさ検索方法はそうじゃん、はい、そうなんです、もうカフェって調べてバババババって出てきて、はい、まあ、チェーン店と、まあ、独自でやられてる方のね、はい、やっぱ独自でやられてる方のさカフェもさすごいいいよね。そうなんですよ、なんていうのこだわりの塊、はい、でそこで、うん、あのマスターとかとお話しして、あ、分かるね、たい私太鼓やってるんですよっていう話をして、はいはいはい、うん、最近ここら辺でやるのみたいな話になって見に来てくださったりとか、うん、あります、私もそういうことあった、ありました、うわ、あるよね、ありますし、うん、ポスターとか置いてくださるとこもありますし、そうだよ ね、なんかそのさ、ね、旅先でのこう出会いってすごい大きいよね、はい、うん、で結構、まあ、カフェだけじゃなくて入ったところの人とさ話をしてさ、はい、でその土地のことを知ってさ、はい、それで舞台に立つ、いや、まあ、それが僕たちのやっぱりすっごい大事にしてることで、毎回同じ舞台だけどやっぱ土地感感じれるのって、まあ、その土地にしかないもの、うん、あとは人、はい、に、まあ、触れるっていうことすごい大事だから、はい、魅力だよね、それもカフェのね、そうですね、うん、このちーちゃんが好きなハルシオンとかをね、うん、あのカフェの人に聞いてもらいたいですよね。あ、確かに、ぜひ流していただきたいですね。これリスナーの皆さんの中で、はい、カフェもし経営されてる方関係者いらっしゃいましたら、ぜひこちらの曲をですね、はい、一回流してみてください、はい、ね、一回流したら分かるから、もしくはどれだけ、うん、聞いてる方でカフェが好きな方、あ、そうね、が行ってマスターにこの曲聴いてくださいよって、あ、いいじゃないですか、ちょっとなんかお願いになっちゃうなこれいや、いいんじゃないの、営業になっちゃってる、営業になっちゃってるかそんなことないよ、うん、でも絶対聴いていただきたい曲ですよね、そうなのよ、ぴったりだと思うから、はい、うん、どんどん押していきましょう、これは私たちの方からね、はい、そうですね、はい、はい、なんかさリスナーの皆さんにも、はい、おすすめのカフェとか教えてもらったら嬉しいなと思います。そうですね、うん、なんかそうやってつながっていくのもちょっと面白いかなと思ったので、はい、あのお聞きのリスナーの皆さん、ぜひおすすめのカフェなどなど教えていただけたら、はい、私たちもしかしたらね、これから少しずつ今行っちゃいますね、旅に出てますし、はい、まあ、今こういう状況でなかなかね、外になかなかこう飲みとか食べとか行けなかったりするんだけど、落ち着いてね、またそういうとこ見つけたらどんどん行けたら嬉しいななんていうふうに
思っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあだんだん次のコーナー行ってみます。はい、そうですね。はい、皆様からね、次何でしょうか。はい、皆様からたくさんのメッセージやご質問をいただいておりますので、うん、はい、どんどん紹介していきたいと思います。あ、では質問コーナーということで、はい、はい、翔さんお願いします。あ、私行きます。はい、じゃあ行ってまいります。行ってまいりますじゃない、僕が行っちゃったわ。行ってきます。はい、はい、行ってきます。それでは行ってみましょう。はい、質問コーナー、よいしょー。ということで今回ね、たくさんいただきましたメッセージと、まあ、質問ね、どんどん紹介していきたいと思いますけれども、ちえ、はい、準備よろしいですか。はい、まあ、知恵にもね、はい、答えてもらえるところもあるかななんて思ってますけれども、はい、じゃあどんどん読み上げていきますんで行ってみましょうか。はい、はい、それではまず最初、あ、これメッセージですね。私の所属している太鼓団体の初代会長が千尋さんのファンですということで、ありがとうございます。初代会長さんありがとうございます。はい、はい、次いきますよ。あ、鼓動に入る前と鼓動メンバーになってからとで、はい、自分の太鼓でなんか一番変わったって思うことは何でしょうか。一番変わった、はい、まあ打ち方は変わります。あ、でも根っこにはあるのかもしれないですけど、うん、打ち方は多分変わってます。打ち方ね、はい、はいはい、あとは、そうですね、うん、あとはメトロノームを聞くようになりました。あなるほどね、結構多いかもこれ。いるかも、僕も何人か聞いてますこれ、メトロノーム。僕も聞いてなかった、はい、メトロノーム。そうなんですよ、聞かなかったんですよ。私もそうです。うん、結構正確に打つっていうところね。はい、なるほどね、 OK、 ありがとうございます。じゃあ次いきます。はい、この鼓動をね、はい、まあ、目指すきっかけとかね、鼓動に入ろうと思ったことなんかありますか、何ですかっていう質問来ておりますけども、どうでしょうか。はい、私小学校3年生の時に、はい、あの12月の文教公演で初めて鼓動を見たんですよ。はいはい、でその時にモノクロームですごい衝撃を受けて。モノクロームね、演目ね、はい、演目で、うん、もうすごい小さな音から、はい、マックスの最大音量まで打つっていう瞬間があるんですけど、うん、その最大音量の時にわーって私の横に風が吹いたんですよ。風が吹いた、そう、吹いたんですよ。吹いたんだ。もう、すごい圧倒されて、おう、うん、それで、うん、そっから鼓動のその公演に、うん、すごい引き込まれた、うんうん、であとはその流れで行って、みんなですごい楽しそうに賑やかな曲、うん、何の曲だったか忘れちゃったんですけど、うん、女性が姫路市でセンター立ってて、うんうん、ですごい輝いてて、はいはい、それを見て、うん、うわ、私もこれここの舞台に立ちたいって思ったんですよ。なるほどね。それがきっかけで鼓動を好きになって、うん、鼓動をずっと毎年見るようになって、うんうん、中学校2年生の時にはここに入りたいって決めてました。なるほどね、はい、で、ここを卒業してだっけ。ここを卒業して来ました。卒業して研修所に入ってきた。はい、なるほど、ありがとうございます。なんか千恵ちゃん、はい、気になった、まあ、質問とかメッセージあります。うん、女性にとって締め太鼓は少し重いと思います。ほうほう、軽々しく持ち上げたいです。なるほど、これ締め太鼓、はい、ありますよ ね、 そうですね、腕の筋肉をつけるにはどうしていますかって、この結構力系のご質問が来てますね。これどうしたらいいんだろうね。こう締め太鼓ってもしかしたら想像つきにくいリスナーの皆さんいるかもしれないんですけれども、はい、結構重いんですよ。そうです、ね、で特に鼓動の使っているこう締め太鼓っていう太鼓の種類なんですけど、その太鼓はあのね、皮も分厚くて、でしっかり太いロープでね、こうぐーっと編んで組んであるんですけれども、そうですね、で、あの皮の外側にね、実はあれ、あの鉄のねリングがね、はい、そこに皮をぐーっとこう、なんていうの、かまして編み込んでいるので、そう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 、結構な重さ。あれどれぐらいあるのかね、重さって。締め太鼓だいたい10キロぐらいかな。結構重いのよ。そんなに重いんだっていうことはやっぱりか、感覚麻痺してますよね。感覚麻痺してんだ。で軽々とこちら の、 あのメッセージ寄せてくださった方も軽々しく持ち上げたいですということですけれども、そうですね、でもこれ腕で持つとあんま良くないと思います。腕で持っちゃうとうわーって、あのなんていうんですか、前にこうね
腕を取られるっていうんですか、腕を取られちゃう、なんて言うんだろう、うん、あの持って帰れちゃうね、体で持つみたいな、あ体で持つっていう感じね、あとはその重いのを一旦こう持ってみて、うん、腹にうっと落とし込むみたいな、あなるほど、どうですか、背中に意識がいくね、丹田と、うん、丹田だね、丹田、腰入れて持ち上げてその後は背中、あなるほど、うん、だから結構こうよいしょって持ち上げてからちょっと確かめる時間があったらいいのかもね、そうですね、なんかただほら、ね、まずさ、まず絶対腕には力入るじゃん、はい、で腕で持って重いなって思うけど一回こう体に近づけてみるといいかもね、そうです、そうそうそうです、近づけますね、近づけて、はい、であの腕以外のところにちょっと意識を持ってってみるといいかもしれない ね、 そうですね、あなるほどね、はい、はい、そういう感じで持っていただけたらもしかすると新しい発見あるかもしれませんということで、うん、あと腕の筋肉をつけるにはどうしていますかということでこれどうしてます、これはどう、あの打つ、打つだけ、もう打つだけだね、うん、これに限るね、そうですね、うん、そうですね、私よくあの左手のひらの筋肉、あ手のひらの筋肉ね、うん、がないってことに一回気づいたことがあって、うん、はいはい、右手とすごい差があったんで、うんうん、そこはあの普通にあのあれなんて言うんだろう、握力の、握力を鍛える、握力 のバネみたいなついてるやつね、グングンってやつね、あれでダイレクトアタックで鍛えたことはあります、ダイレクトアタックしたと、はい、聞きました、それ聞きます、あ本当、いやなあのね聞く、うん、結構握力も大事かもね、そう、そうですね、うん、そうなんですよ、なるほど、だから腕っていうところで考えて、まあ、まず握力だったりだとか、はい、まあ、もしかしたらこの締め太鼓何回も持ってねなんか練習してたら慣れるかもね、はい、で、そうですね、それに合った腕の筋肉がついていくんじゃないかなと、あとはひたすら打ってくれと、はい、いうことで大丈夫ですか、はい、です無理だけはしないようにしてね、無理だけはしないようにね、はい、怪我しないで、女性の方だと思います、ね、ということです、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次の質問とかメッセージいきましょう、次どうしようかな、あこれね先日オンラインで開催いたしましたアースセレブレーション関連のメッセージとかも届いております、はい、ですね、JJ とのコンビすごく良かったです、これからも2人での発信に期待しています、これ JJ というのは誰かな、これもしかしてあのあれだったかな、鼓動の本拠地に潜入で一緒だった時代純くんですかね、この JJ と頭文字取ってこの方送ってくださってますけれども、2人でね、はい、あれはリポーターというか、そうなんです、はい、勤めてやってましたよね、はい、なるほど、とかですね、もう一つ、あります、オンナザビーチの裏話が聞きたいですということで、このオンナザビーチというのは、はい、これもね、プログラムの中にありました女性中心にね、はい、まあ、ちえちゃんも出演されてましたし、まあ、ちやんも出演されてましたし、あと私もねちょっと後ろでちょっと出させていただいておりましたけれども、 そうですね、はい、そんなオンナザビーチの裏話が聞きたいということで、なんかあります、あのプログラムの裏話、これはね、はい、あるんですよ、ある、何でしょうか、撮影するまでに3回、うん、あの撮影日ができちゃったんですよ、それ雨のせいで、はいはい、あ天候に左右されたと、はい、そうなんです、はいはい、1回目、うん、予定してた日は、うん、雨で残念、あの太鼓も全部ビーチに持ってトラックから下ろしたんですけど、はいはい、よしやるぞで雨がポツ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 来てしまって、そう積んで、そうだ、また積み直してね、はい、で2回目、うん、予定した日が、うん、その日も予報で雨が出てしまって、はいはい、じゃあもうこれ雨バージョンで作り直そうってことで、雨バージョンで、はい、おうおう、別パターンだ、別パターン、もう、はいはいはい、鼓動の稽古場で収録しようってみんなで、はい、決めて、はい、でにそのでも稽古場でやる日の練習、うん、稽古はしてなかったので、うん、その日の撮影時間はすごいかかってしまうだろうと、はいはい、予想をして、はいはい、じゃあオープニングだけ、うん、そばまで傘さして、うん、雨降っちゃいましたっていうのを撮ろう、うんっていうので、はい、その日、うん、朝から早朝ですよ、うん、早朝だったね、5時半とか、そうそう、うん、だから雨でこう急にね、はい、オンナザビーチってビーチってしてるのも、うん、そういうタイトルなのにもかかわらず、まあ、稽古場でもしかしたらお届けすることになるかもしれないけれども、はい、雨なんですっていうことを伝えるための動画撮影で、はい、みんなのスケジュールが合うのが
朝の5時だったわけよ本当にパツパツだったの よ, よリスナーの皆さんね、これ見てない方ぜひね、これまた、EC の今、番組別で、はい、YouTube チャンネルで配信されてますから、ぜひご覧になってほしいんですけれども、たくさんのコンテンツをこちら作りまして、いろいろスケジュール組みしまして、その中でそうやって朝5時にね動画撮ったよね、撮りました、ね、撮りました、うん、それが2日目の朝だった、はい、で3日目、はい、晴れたんですよ。晴れましたよ、もう快晴だったね。快晴、恐ろしいぐらいに晴れましたね。多分どのプログラムよりも晴れてましたね。晴れたね、あれは晴れた、うん、若干ね雨の日、うん、バージョンも楽しみにしちゃってたんですよ、うん、もう雨の日のオープニングを撮ってしまったので。そうなのよ、そうあれもね、うん、ちょっと見ていただきたかったですよね。そうなの、そうですね、ちょっと見ていただきたかったけど、ちょっとオクラになっちゃったんだけどね、うん、すげえでも良かったんだよ、そのなんていうの、雨の日バージョンも十分に、うん、あのプログラムの魅力が伝わるような内容になってたんだけど、はい、まあそのあれさ、最初に予定してた演目順と雨バージョンの演目順でちょっと変えたんよね。そうです。で雨バージョンもあこれいいじゃんってなって、はい、実際にあの今配信されてるオンナザビーチの演目っていうのは雨バージョンの演目もちょっと入れ込んでね、うん、みんながなんか、ね、やったこと無駄じゃなかったねみたいな、こんだけ晴れたからあれもやってみようかみたいな感じで、組み立てたものがギリギリまでプログラム変更しましたね。そうそうそう、でも結果すっごい熱かった、いい意味で熱くていいなんか内容になったんじゃないかなと、ぜひ皆さんにもね、はい、ご覧いただきたいですけれども、そんな裏話がありますよということでした。はい、はい、じゃあ次の質問いきます。はい、はい、最後の質問かな、これがこれで最後にした方がいいかな。まだいける、まだいける、まだいける、よっしゃ、まだいけんの、はい、じゃあまだいきましょうか。行きましょう、行きましょう。そしたら佐渡の佐渡系なんかこのまあ、EC つながりですけれども、佐渡の中で、まあ、一番落ち着く場所だったりだとか、うん、好きな場所はありますかということで、はい、どうですかちやん。そうですね、夕日が見える沢崎灯台。沢崎灯台、はい、いいですね。今日もこのラジオが緊張しすぎたので、はい、収録前に夕日見てきました。すごい癒してもらってるじゃん。相当緊張してたのね。はい、あ、そう、なるほど、やっぱりそれぐらい、なんかすっごい緊張するときはそこ行くと落ち着くんだ。はい、なるほどね。沢崎灯台ね、はい、小木にありますかね。小木ですね、まあ、はい、はい、ぜひ皆さんも調べてみてください。すごく綺麗な、僕たちも行くよね。そうなんです、知恵も行く、行きます、行きます、うん、はい、僕もよく行きます、あそこは、はい、非常に夕日がね落ちるのがこう断崖絶壁なんですけれどね。そうです、灯台と、まあ、夕日と、はい、であと僕好きなのがその夕日が落ちるときにこう反対側というか違う方向にパッと目を向けると大月さんがうっすら出てるんですよ。で運が良かったらですね、お月さんの脇にパッとこう星がもう一つ出ててね、なんかすんごいグラデーションが綺麗で、ここは天国かと。大丈夫？ついてきてる？ついてきてます。今、ね、大丈夫ですか？今みんなで妄想してました。ああ、妄想してた。はい、わかる？これお伝えしたいですよね。ね、なんかね、うん、本当に見てほしいです、はい、皆さん、はい、佐渡にね来る機会があったら、はい、ぜひ沢崎灯台行ってほしいなと思います、はいはい、結構ね、はい、夕日一人、はい、占めできる場所ですから、あそこ。そうね、はい、あれ障害物ないよね。そう、バーン、なのでとぜひ線が古道のインスタグラムに載せてもらいましょう。あ、いいかもね。沢崎、うん、そうですね、沢崎灯台の夕日ね、はい、いいかも、いいと思います。はい、はい、次行く、次行きましょうか、うん、次はね、うん、古道の中で一番仲良しはどなたですか、うん、あら、一番と来てますけれども、どうでしょう、一番、一番か、ね、一番仲いい人、同期ですね、やっぱり。ありがとう、ちょっとこそっとありがとうと言いましたけれども、もう同期になって、うんうん、同期になって6年、6年かな、あ、もう6年の付き合いですか。そうですよ。あ、今日ね、もう同期、実はね、これ並んでますから、今日ちえちゃんでしょ、ちーやんでしょ、で平田裕貴に細工させた、ここ今日ね同期だと私の目の前に並んでおりますけれども、キムがいない、偶然、ね、あ、木村、キム忘れてないよ、木村くんね、はい、木村くんも同期でございました、はい、前々回かな、登場してくれましたね、キム ね、 ね、嬉しいね、はい、あとね、うん、実はね、同期はもう一人、太鼓体験講師として、はい、米谷智博君、あ、そうだったね、米くん、米ちゃん先生、うん、がいるんですよ、米ちゃんか、米、はいはいはい、この子供村からちょっとね上がったところにありますけれども、たたこうかんと呼ばれております。そこでもうね毎日今ね
太鼓体験やってますよ。そうですよ。すごい多いよね、同期ね。はい、はい、みんながすごい大好きということで。はい、そう、大好きです。仲良しなんですね。助けてもらってます。面白いこといっぱいしてきましたね。あ、本当ですか。そうです。これね、同期ネタの話とかし始めると本当にラジオもう 2,3 時間続いちゃいますんで、これまた別の機会にお願いしてもいいですか。そうですね、ぜひお願いします。ね、はい、はい、OK です。おい、はい、それでは、こちらね、今あの SNS の方からいただいたものを中心に、ご紹介してまいりましたけれども、はい、じゃあもう一つはリクエストフォームの方から、はい、ご紹介して、いきたいと思いますけれども、リクエストフォームの方にもね、相変わらずたくさんいただきまして本当にありがとうございます。ご紹介いたしますのはラジオネームクリボーさんからいただきました、はい、寺泊での交流公演先日かな、うんうん、息子と伺いました、はい、ね、皆さんの打つ太鼓の波動を感じ胸が熱くなりました。客席から大きな声援を一人一人が送りたいと思いながら、それをぐっと我慢し力いっぱい精いっぱいの拍手を送りました。少人数でもこんな機会が増えることを願いますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に最近の公演ね、いらしてくださって、はい、まあ、前回ね、交流公演の話もさせていただきましたけれども、今チーアンとも一緒に回ってますけれども、はいはい、どうですか。嬉しい、うん、嬉しい。本当に会えるの楽しみにしてたんで、皆さんとね、はい、皆さんと会えること、うん、嬉しいですね。いや、こういった声がね、こう届くことがやっぱりラジオやっててよかったなって僕思うんですよ。本当にね、実際今ね、前回も話したかもしれないですけれども、まあ、マスクしてますんで、はい、皆さん、はい、なかなか顔の表情っていうのは見づらいんですよ、はい、でもその力いっぱい精いっぱいの拍手を送りましたっていうのこちらに感じ取れておりますから、どカラドンって言っちゃった。感じ取れております。今日もね、実はいるんですよ、セータ君、一星くん、龍馬くんと、もう最高に喜んでおります。本当にこちらに皆さんの声届いております。もうね、本当もっともっと紹介したいんですけれども、はい、一人一人のね、メッセージとかね、はい、質問とかね、ちゃんと読んで、はいはい、そうです。でもう今そろそろ終わりにしなさいよという Q が来ましたの で、 そうです、ね、まあ、今回はこれぐらいかな。それで最後の質問いきますかね。はい、はい、では、はい、しゅうちゃんの方から、ね、最後に、うん、千尋さんの、はい、今後の夢、はい、うん、夢お聞かせください、はいはいはい、夢ね、自分の畑を持ちたいですね。おっと、自分の畑を持ちたい。お、随分となんか、うん、家庭菜園、うん、家庭菜園ね、家庭的だね、はい、今年始めたんですけど、ほうほう、畑持ちたいなって思いました、うん、野菜もらいました、ありがとう。美味しかった。今年取れましたね、たくさんね、はい、いろんな人に配ってる様子私も見させていただいておりましたけれども。そう、味しめちゃった感じ、楽しい、はい、はい、なるほどね、楽しい、うん、なるほど、畑畑を持ちたい、予想外の夢だったけど、でもね、すごくいいことだと思うよ。うん、うん、畑だったりだとか、もうなんていうの、この古道として結構その作業とかさ、研修所でもやるじゃない、畑。そうなんですよ、うん、なんかクラス作る学ぶとか言ってますけれども私たち、はい、なんかそういった自分の生活、はい、っていうところに目を向けるっていうのはすごい大事かなっていうふうに思うんで、はい、いや、いい夢だと思いますよ、はい、うん、はい、あとは、うん、もう一個、もう一個ある、はい、真面目な方、真面目な方、ね、もう、もう、まあ、畑も十分真面目ですけど。もう一つあるんだね、はい、はい、どうぞ。そうですね、今後はメンバーとして演奏もしながら、はい、うん、太鼓体験の講師、はいはいはい、もうやってみたいなと思っていて。なるほど、はい、うん、太鼓ってすごい体力使うので、はいはい、夢中になれば夢中になるだけ、うん、向き合う時間が増えてしんどい時も出てくるんですけど、うん、でもね、やっぱり太鼓、うん、その太鼓打つ根っこには太鼓の楽しさがあって、うん、その太鼓が楽しいよっていうことを多くの方に広めたいっていうふうに、うん、うん、思っていて、うん、はい、だから講師もやってみたいなって思ってます。いや、それこそね、さっき同期でご紹介ありましたけれども、はい、今太鼓体験交流館で講師されてますヨネちゃん先生こと、
米谷智弘君、はい、同期でね、はい、なんかそういった話とかもするします。あ、そう、ちょうど、うん、さっきしました。さっきもうしてきたしてきました。なるほど。なんかそこでどういう話したの？なんか、うん、今まではメンバーでそういう講師を、うん、太鼓体験の講師っていうのは、うん、いなかったけど、うん、面白いよねっていう風に話をしていて、うん、できた。だから、うん、すごい引っ張られました。こっちに来いと。ぜひね、はい、見に来てくれと、はい、米ちゃん先生のことを、はい、なるほどね、うん、でもさ、今米ちゃん先生とあとサミーちゃんね、ん宮崎まさみさん、はい、こちらラジオねゲストで登場していただいたこともありますけれども、まさみさんはね太鼓体験講師ずっとやられていて、はい、で、メンバーとしても今活動されてます、はいはい、でやっぱり鼓動として、まあそれが今まさみさんがねそうやって切り開いてくれたメンバーでありながら太鼓体験講師という仕事もしているっていうこと、そこがやっぱり新しいこれからメンバーの人たちが目指すべき場所にもなるんじゃないかなって僕すごく思ってるし、まあお客様からもそういう鼓動のあり方っていうのがあるんだよっていうのをお客様にも知っていただいて、なんかどんどんこう、まあ太鼓っていうのは一緒じゃない、そうですね、結局、はい、で僕ら舞台にでやっていたりとか、うん、それこそ太鼓体験をやっていたりとか、うん、でも結局やっぱり治安がそうやって魅力に感じてるってことは楽しさ、はい、単純なねそこを伝えたりとか太鼓を通して何か伝えるっていうことは自分たちのやっぱり、はい、本質というかね、はい、シーンになるところなので非常にこれからが楽しみですね、はい、そうですね、うん、頑張りますね。頑張ってくださいよ、はい、ちーちゃん先生ね。あーちーちゃん先生ねちーちゃん先生なんかいいじゃないですか響きも、うん、じゃあそれもやっていきたいということで、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ今ねそうやって、私たちもね少しずつ活動を再開させていきながら、はい、まあ、そういう鼓動の芯みたいなところをねこうやって直接皆様にお届けすることが少しずつできてきたわけですけれども、はい、まだまだね、まあ、世の中厳しい状況が続いていると思います。はい、ですし今までも私たちいろんな形で皆さんとつながる機会っていうのがつながる方法っていうのを今探っているところですけれども、そうですね、まあここまでも本当にたくさんの方々から、はい、まあ、緊急支援の、はい、方をいただきまして、はい、力をね本当ありがたいですよね。本当にありがたいです、うん、いやそれでもなおねこれからいろんな形で太鼓の、はい、そして鼓動の芯っていうのを一人でも多くの人に伝えて、そしてお互いがそれをどんどんこう広めていけるような活動を継続していきたいというふうに思っておりますので、はい、まあ、ここでね、重ねてのお願いになりますけれども、緊急支援のお願いということで、じゃあ千尋ちゃん、はい、代読お願いしてもよろしいでしょうか。はい、読まさせていただきます。はい、日頃鼓動をご支援いただいている皆様へ深く感謝申し上げます。4月に発信いたしました緊急支援のお願いに際し、多くの方々広範な地域よりご支援と応援のお言葉を賜り心より感謝申し上げます。私たちは感染対策を徹底しながら少しずつではありますが講演活動を再開しております。まだまだ事態の収束や今後の予測もつきにくい状況ですが、生の音を直に届けられることの喜びをかみしめ、お客様に少しでも喜んでいただけるよう頑張ってまいります。鼓動グループは今まで以上に一丸となり、この状況を何としても乗り越え、活動を継続していきたいと考えております。ぜひ皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。詳しくは鼓動のホームページに全文を載せておりますので、リスナーの皆様に読んでいただけたら幸いです。はい、ということで重ねてのお願いでございました。はい、はい、さて、ハートビートラジオでは引き続き皆様からのメッセージ、リクエスト、質問等々大募集中でございます。SNS での発信もございますし、 YouTube のこちらのチャンネルの概要欄にですね、リクエストフォームの方のリンクも貼っておりますので、そちらから皆様の声をどんどん届けていただければと思います。本日もね本当にたくさんの声届けていただきまして、
感謝でございますし、はい、このラジオのね一番のやっぱり、まあ、醍醐味というか、こうやっていろんな皆さんとの声につながっていくことが私たちも非常に嬉しくて、これやってますから、はいね、これからもね、はい、どんどん関係が深まっていくといいなと思います。そうですね、はい、元気をいただいております。本当に本当そうよね、はい、うん、ということでだんだんエンディングですかね、はい、今回も、はい、はい、じゃあ今回はゲストとして渡辺千尋さんお迎えしましたけれども、はい、ちやんどうでした今日は。今日は、うん、すごい緊張してきてたんですけど、はい、楽しかったです。楽しかった、はい、ああよかったです。沢崎東大パワーがね聞いたのかもね。聞いたかも、うん、もらいましたね。うん、本当、はい、また出てくれるかな出たいです。はい、ああよかったです。これでもういいですってなったらちょっとどうしようかなみたいなあちょっとヒヤッとしたよね今勘弁してくださいみたいな感じになったら大丈夫。大丈夫です。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。いや、ちゆちゃんもね、はい、パーソナリティとして今日一緒にやりましたけれども、はい、僕はねまだまだちえちゃんの可能性というかですね引き出されてないところがまだまだあると思うので、これからもパーソナリティとしてどんどん出ててほしいなと思います。ありがとうございます、うん、機会があればぜひやっていきましょうね。はい、ありがとうございます。それでは、はい、エンディングということでこの辺にしたいと思います、はい、では次回のハートビートラジオは、10月の17日に、こちら住吉優太と池永亮太郎のコンビでゲストに藤本陽子さんをお迎えしてお届けいたしますということで、こちらもねだいぶ濃厚な回になるんじゃないかなと今からこの3人に期待しておりますけれども、皆さんもねそちらの方ぜひご期待ください、はい、ということで本日第22回目、はい、ハートビートラジオをお届けしてまいりました。それではまたお会いしましょう。次週もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。